こタイガです。皆さんこんにちは。今日は初めて見たですよね、マスク。私も今日本人になった、マスクということで、年末ということは大掃除皆さん始まるよね。私は先にイタリア2週間帰るから、お掃除早めに始めたいと思います。よし、まだ半分旬だけど、結構すっきりしましたね。うわー、すっきりしたんだねって。ほんと、もう日本に来てからの初めての頃のフィギュアとか、壊れてるものとか汚れてるものとか、全部もう捨てっぱなしでやってたんだけど、まあやっぱりなんだろう、ほんと大事なものとか、ファンくれたものは全部捨てはわけではないけど、ほんと自分のまだこの汚れの T シャツの7年前買ったのもので、多分1000円とか2000円で買ってて、なんでまだここにあるのって思って、で今は例えば使わないシートと壊れてるフィギュアと、まあ本当使わないコスプレとか、まあ絶対売れないコスプレとかも捨てました。だから本当心が痛いんですよ、マジ痛いんですよ、オタクとしてちょ痛いんですよ。だけどちょっと綺麗になるのために頑張ります。ではでは、今日はね、もう一回撮りたい動画があって、ルームツアーです。あれ、今なんか聞こえたけど、ニニそうですね、ニニイエーイ。そう、家族も増えたからさ、結構家が変わったよ。この子猫のためね、アモリくんのためにキスするか、ちょっと家が変わって、前が結構チラッとしてたから、まあ、今もねちょっとチラッとしてるんだけど、もうちょっと良くなったからちょっと見よう。まあ、キッチンがそんなに変わらない、結構で、お茶、ロンドンの紅茶、紅茶、コーヒー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 ばっかり、コーヒーマシーン、これもあるし、ではまああんまりチキンっていう、いや、キッチンね、キッチンはあんまり、まあ料理そこまでねしてないけど、まあ広いの方がやっぱりいいなと思って、で、あとはこんな感じ、今ここでテーブルで、で誰が来たらパパン、これが大きくなるよ、じゃん、メリー、これ昔から持ってる、あ、私に似てるなって言われて、そんなことないね、いや、よし。で、ここはもう分かってたと思うんだけど、なんでセパレート、なんかちょっと変な、これは雰囲気なんですけど、これ、あとでも私の冷蔵庫もいいな、この冷蔵庫、青いだからめっちゃ好き、もう青い冷蔵庫は最高、青いか黄色か好き。で、ここはまず、まあ、ジャケットとか多くて、まあ、最近よく着るものがここにした。で、なぜというと、まずこれで誰が入ると私の部屋全部中身が見えないようにした。やっぱりドアがないと、なんだろう、そうですね、郵便の人とかちょっとね、知らない人がドアに来たらちょっと怖いから、とりあえずこれで、でプラスこれがな、ファッションの変身、変身なんとか、憧れアングル憧れファッションアングルですね。タッタダーン。で、またこれはクローゼット。で、ここは私の好きなアーティストを全部壁にした。インスピレーション取るのために。小さい時から好きなアーティストとか、憧れる人がね、やっぱり壁が欲しくて、これはね、なんか、これでこれを見て頑張ろうって。で、ここに鏡があるんじゃないですか。だからこれで、毎日自分のボディスタイルとかファッションとかチェックしてるよ。今あんまり見えないんだけど、これでわかると思う。ちょっとめっちゃ大きくなっちゃった。もうちょっと痩せて、今ちょっとねダイエット頑張ってるんだけど、結構食べるが好きだから大変だな。で、このクローゼット、そう、まだあるんですよ。このクローゼットは実は全部コスプレです。
そう、全部入るようにしたんだよ。すごくない？私。では、ちょっとめっちゃチラッとしてるから、あんまりね。うわこれね、ウィグウィグウィグ、セット。で、まだ、まだこっちの方にあるんですけど。めっちゃチラッとしてる。いや、汚い。こちらです。ババーン。これもね、またジャケットとかカバン、カバンと身ぐるみとか、武器とかはね、ここの後ろにしてるんですよ。おい、君、ダメ。あ、痛い。あ、痛い。ね、ロンドンで買ったジャケットで、私のフィギュア、結構ね、引っ越ししたらフィギュアはね、めちゃめちゃ壊れた。私はね、箱持ってない子ですよね。やっぱり箱捨ててしまうから、だんだんに6年間で引っ越しすると壊れてしまって、まあこれも壊れたんだけど捨てたくないから、もう残ってるものがこれしかない。私の好きな作品、それね、壊れちゃったもん。これフランスから取ったもん。触らない方がいいか。で、あの、このパペットクマムとか、私のプリプリ絵画とかも、いつでも撮れる。それで YouTube 動画で、あの、阪神とかツイッチとかに見せる。ね、ゆっと。とか、あとはね、これもチラッとしてるんだけど、全部服です。服めっちゃ持ってるんですよ。そんなに服たくさん買うよりが、やっぱりあの、捨てるはね、もったいないから、それはあれなんですけど、最近はね、ファッションがすごく変わってるから、あ、もうまたファッションちょっと変えてみたいなとか、もうちょっと、すごくね、力は、おい、暴れ。はい、すいません。あ、おい。で、これが使ってくれないの猫タワーです。ですわね。使ってくれねえんだよ、マジで。お前、君、あなたのこと話してるんだもん。せーの、パポン。おお、あ、痛い。おい、でもそんなに缶とか詰めとか出してくれないといい子だね。今度くる。はい、めっちゃ猫と遊んでる。で、こちらはね、メイクスペース。前も似たんだけど、これだけ実はね、買いたいんですよ。そう、この色はね、白と合わないから、これだけ買いたくて、まだ買えてないんですよ。そう。これだけはね、うん、あまり好きじゃないけど、最近新しいメイクの道具とか、まあ、前のウィリアンとか、クロエの、あの、パフュームとか、ディオールのパレットとか、アンナスイとか、あと可愛いコラボグッズとかめっちゃ好きだから、そういうセーラームーンのパウダーとか桜のリップとかは最近めっちゃ買ってて、もったいないな。で、こちらになりますね。私の、まあ、ちょっとね、こっちはちょっと違ったんですけど、クリームとかエアコンのやつとかあるなんですけど、これはね、私のすごい好きです。そう、毎日ではなくて、結構毎ヶ月1回ぐらい書くなんですけど、ここに来てから書いてるんですよ。もうこれ2014年メイドカフェに行ったとこ時のチェキとかも貼ってるし、結構昔のチェキとか友達のチェキとかあるよね。うわー、最高。まあ大丈夫、そんなに秘密書いてないけどな。
で、でこちらはベッド。その通りかはあんまり変わらない。たまにシートだけ変わるなんですけど、もうちょっとピンクしたりとか、幼い時とか。でもクリエイティブの時はやっぱりこれが好きんですよ。なぜっていうと、カラフルでいいんじゃない？結構そうで、今猫ちゃんと一緒に寝てまーすそう、で頑張れ。そうそう、だからでもやっぱりね、いいベッドがいいんですよ。いいベッドはすごくいいやね。彼が半分以上が取られてしまうんですよ、猫が。はい、まあ最近ソニックと寝てるんですよソニック、そのソニックが大好きだから、なんか私も昔から映画は楽しみだし、ソニック、昔アニメもいたし、結構昔から遊んでるんですよね。でこれはこれ何って考えてるよね。前の動画だと結構スーツケース多くない？私本当普通に多いんですよ。旅行したりとか多いから、スーツケースはどうやって隠せばいいのか、こんな感じで隠した。まあ正直で言うんだけど、全部スーツケースなの、これ。スーツケース、スーツケース、スーツケース。そうで、それで私の好きなもの、これはね5歳の時と13歳の時から持ってるもの。これベイビーのやつ、私ロリータを着てたの服、高校生中学生の時から持ってる。めっちゃ高いんですよこれ。でお父さんを撮ってくれたし、フリトリーとナナが私の大好きな作品がしてるんです。であとはなんだろう、ここはねちょっと変わってたんだけど、変わったっていうかなくなったパソコンがね、大きなパソコンばっかりあんまりやらないし、ゲームしたいだったらもっといいパソコンじゃないとやっぱり遊べないから捨てちゃった捨てて、今私の出てる雑誌だけはここに封断にも見せてるんですよ。なぜっていうと、これ今これAmazonで買えます。私のサイトにも買えますPR。でもやっぱりこれ見ると自分の自信もなる。あ、これができたから絶対これからもっと頑張れじゃんって思ってて、自分のものの、自分のできたの仕事が、夢叶えたの仕事がやっぱり好きだから、好きっていうか、あ、嬉しくなるね。そうで、こちらはまだまだこれある、わかるんじゃないでしょうか。これはね、まだレベル低いんだけど、だんだんに忘れてしまってるんですよ、日本語。ただこれで日本語の練習したりとかもしてます。まだね、まだしてるんですよ。で、あと違う昔のカレンダーと、あとはカメラ。カメラはね、ちょっといいところがなくて、最近はね、これで撮ってるが好きんですよ。これで、そう、このちっちゃいのものと、で本と、あともう1体のカメラ。でも最近 iPhone がすごくいいから、だいたい iPhone で撮ってますね。でこちらの私の好きな雑誌と本です。本は結構セクシーツラのやつが多いなんですけど、昔の憧れたの人もめっちゃこんな感じでいつも見てます。父アンナさんとか、昔木村カエラさんがすごく大好きだったんですよ。で、キャリパミョパミョ、ファッション、かわいいファッションの勉強するため。あと、昔の雑誌とか、これ、例えばね、わかる人がすごく少ないと思うけど、このケーラ、これはね、14歳を見たときに、これ、日本のポップカルチャーはすごいって思って、日本人最高だなって。何回思ってて、やっぱりこういう時、悪いけどおばあちゃんのことに聞こえるんだけど、こういう時の日本が日本らしくて、日本しか考えなかったことだからすっごく好きんですよね。で、あとはちょっと待ってね。はい、どうしたの？ごめんなさい。はい、行くよ。はい。はい。あとはアニメのアー
トブックとかもあります。これフリクリと、実はねフリクリ、あ、でも全部仕事したことあるの人たちだった。これはね、めめとか、これはねコスプレもしてるんですよ、パークルの方に。でフリクリ、ほんと私これはね PR 公式コスプレもやったことあるし、で JB スタイルは鉄拳のイラストレーターだから、そう鉄拳の仕事を一緒にやったことあるが多かったんですね。はい、そうで今ドシンジが隠してますよ隠してますよ、もうこんなに簡単に見せないあるけど、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 どこにあるのわかる？めっちゃ隠してるこれで、これである、これである、これであるんだけど見せなー見せなー。で、こっちは DVD、 まだ新品なんです。クリクリとか前、お酒の本じゃなくておしゃれな本って言ってたんだね。おしゃれな本ですよおしゃれな本です。マーケティングの本とかは、あとは CD ですね。 CD はこちらです。例えば結構昔のものなんですけど、あとは YOSHIKI さんもらっ、YOSHIKI さんからもらってたの CD、前いつぐらいだったんだろうね、1年ぐらい YOSHIKI チャンネルの方に働いてて、アシスタント MC としてすごく楽しかったの、面白かった。そうめっちゃもらってる宝物だから開けるももったいないぐらい。で、あとはアニメの曲とかソントラックとか多いですね、結構。で、これは DVD、 さすがに7が多いさすがに7多いね。で、ゲームがね、ちょっとちゃんとスペースがなくて、ゲームがね、ここはいつも遊んでるやつをサインしてもらってるの、やつがこれかな。そう、最近これラッキーステンジとかよく遊んでるんですけど、こう飛ばしてね、2位が楽しみです。で、でこれはね、このモニターね、前のケースで使ってる、あんまり今使ってないけど、やっぱり PS2 とかまだやっぱり遊びたいのゲームがたくさんあるので、皆さんに遊びたいです PS2 でで、私の好きな、映画とかわさびとかめっちゃ好きだった、これですごく日本好きなやつですね。で、やっぱりじゃん、プレイステーション1のゲームはまだ多い。これと後ろの方ね。で、こちらの方はいつも遊んでると 生放送スイッチとかやってるのところです。パーン。で、これはね、宝物だから見せたいんです。鉄拳の公式コスプレの時に働いた時は原田さんのクリエイターからサインをもらったよ。で、これもゲームはね、お父さんからもらってるんですよ。一番最初の鉄拳がまだ持ってるんです。よし。で、前見てたのナナとかアイヤザワさんの好きな作品集まってるのコレクション、そう完全にコレクターですよね、これは。よいしょ、そうそうそう、イエイよっしゃ。で、またこれで前服で見てて、で、例えば本気で遊びたいときにね、これ出したんですよ。じゃじゃん。これはね、スルカリバに働いてた時の、これはね、コスプレ、イベントの公式コスプレとか、これでね、働いてて、で、トーナメントにも出たんですよ。まあ、このゲームはね、鉄拳よりは弱いんですけど、本気で遊びたかったから、これで、ゲームセンターが行かないときはこれで結構遊んでます。よいしょ。あのね、箱はね、あったんだけど、
ミートシャワーね。よいしょ。あとそれかな。ファッションがね、前よりがちょっと変わってきてる。やっぱり前のファッションみたいちょっと派手派手なファッションも好きだからさ、こういうコピーナイとかラフォーレとかよく買うですね。でアニメのコレクション、アニメのシューシャリングして。と、めっちゃ好き。わお。そうちょっとね。面白いものが好き私とビビアンのやつと、あと最近はね、前は全然着てなかったんですけど、すごくハットとか好きになりました。あと前なかったものはこれだね。これそう、やっぱりワンルームだから難しかったんですね、分ける。でも私の家で遊びたい時はこれような感じこうしてて動けるんですよ。でここにパソコンしたりとかも、一人だから一人でいいんじゃないみたいな感じ。イエイ。あれ寝てくれた。マジで寝てくれてる。あんまーれー、見つかりたよね、先に進むしな、うん、あもうめっちゃ眠い、めっちゃ眠い。でもさっきはねめっちゃ遊んでた、動画を撮る前にポタタタタタタ